ってるのだ、久しぶり。そうだから最近全然顔を入れて配信してなかったので、顔を入れて配信してみました。野田です。やすき、栃木に引っ越すよ。栃木引っ越すの？あ、そうなの？そうなのか、そうかなのか。お引っ越しするの？ダメチェンこんばんは。情報キルチケンさんこんばんは。君は寝ようとした時に配信始めるの、どういうこと？寝ようとしてたの？お眠ってこと？最近配信やと思ってなくてびっくりした。ね、ヒアロも配信しようと思ってなかった。そう、今日は配信しました。マレさんこんばんは。マリカ、動くのだ偉いね。動くのだ偉いでしょ。イエーイ、動くのだ頑張ってます。頑張ってるかちょっとよくわかんないけど、母さんこの前配信見えなかったの悔しい。悔しい？悔しんでんの？今日見て偉いね。やすき、仕事変えるけどね、土日休みない。あ、そうなの？そうなのか、お仕事変えるのか。ちゃんとゆっくり休みなさい。マイク今起きたよ。おはよう。寝てたの？病気で次さん流れ星ありがとう。だけ毎日頑張ってて偉いね。頑張って生きております。ダメちゃん、俺も見るとは思ってなかった。見て偉い。君ちゃん寝る気満々だった。起きて偉い。僕は野倉さんこんばんは。野良です。ちょっともうボッサボサだ。母さんご飯行ってたから通知だけ見て、タイミングってなりました。タイミングってなったの？タイミングってなったの？今日は見て偉いです。君島音符ありがとう。だけ何もできなくなってます。免許してください。なんで何もできないの？どうしたの？ヘナちゃんが免許してあげるよ。君島音符たくさんありがとう。ちょっとお水飲もう。あ、これさ、ペットボトルのこれ剥がさなきゃ。水を飲みますね。風にハートありがとう。かんきひなのこんばんは。やっほー、さかしろこはじめまして。やっほー、貴様貴様嬉しい？言う前に呼んだよ。やすゆき流れ星ありがとう。夜流れでやっぱり動いてるひなちゃん可愛いな。でしょ、動いてるひなちゃんそうキュート。いっちゃんこんばんは。いっちゃんやっほー、元気？さっきいろいろと不安が募り、どうしたの？大丈夫？大丈夫なの？夜流れだ。それではおやすみ。おやすみ、おやすみ。見てくれてありがとうね。ゆっくり寝なよ。ピンクカメラさんこんばんは。さっき貴様貴様、そう呼んでほしいっていつも言うじゃん。母さん、その日2時間ぐらい記憶飛んできてた。あ、膝あざだらけになってた。やば、大丈夫？膝あざだらけやば。同辺の昨日死んだ。昨日死んでました。昨日は死んでた。結構死んでました。あのひなことみつおとね、ご飯に出たんですよ。死亡しました。だけど大丈夫じゃないよー。ピース、大丈夫じゃないのになんでピースなの？高橋とかクソ先にやられた。イエーイ、先手打ちました。君はラジオしながら睡眠対策で起きてる。うちは込めるけど、込める、あ、コメントするってことか。そうして、そうしてください。ピンクガメラさんハートのライフありがとう。マリカお酒だろ、うん。死んでた、マジで死ぬかった。てかさ、何これ、なんかピンってなってるのめっちゃなんですけど、どうしようかな。押さえつけても無理だな。隠しとこ、隠れないな。やだな、なんだこれ、やだな、うん、なんかやだな。まあ、いっか。だけあれほど気をつけてって言ったのに。でも大丈夫、大丈夫でした。なんとかなりました。酒か、なんとかなりました。ピンカメラさんピカピカありがとう。なんか俺と同じやん。うん、ちょっとマジで死んだ昨日は。さすがにやばかった。高城くてんちゃんの今回が2回だ。死んだ、大丈夫、大丈夫。いやいや、いや死んでた。ネイル買いに、え、かいっしょかいっしょ。今回のネイルは春だからピンクと、矢野が大好きなデカリボン、リボン、リボンと、セレンディピティの羽と、あのなんだっけ、ヤンの面からの赤、キミセレラストなので、あの羽と面からを入れてみました。はい、君は元気な髪の毛だこと。いや本当にそれ何なの、困っちゃうよ。母さん、23時までのバイトからのせいで死にました。それは死ぬ、それは死ぬ、それは死ぬね。ちょっと待って、スマホ死ぬ。ちょっと待って、何これ角度やだ。うん、上からの方が可愛いね。それは死ぬ。前髪かい、そう切ったんだよね、この前。いつだっけ、一昨日ぐら
風に可愛いでしょ、可愛いでしょ、ありがとう。まあいっかさんこんばんは。かちゃん、いや珍しくマジふざけらんないわ。みおちゃんと撮ったネタとかも今はあげる気ならないし。どうしたの、何があったの、ガリガリ大丈夫、大丈夫、どうしたの、何があったの。メガドテック展開中、座ってる達人のマリカです。ずっと座ってるの、君座ってんの。母さん日本酒飲んだよ。おじおじ、ひなはあの甘いやつがいい。たけろく白米に寝ることが多いんだけどね、その日は入っちゃったんだ。で本当にひなも昨日は死んでました。ちょっとあの二人に介護してもらってた。やばいよね、ちょっと本当に死んでた。どうしようってなった。やばい、死ぬ死ぬって言ってあの苦しんでました。かわいそう。その日はとかじゃなくて毎回だし、うるさい。でもたまに平気な日あるから。で昨日は本当に死にかけてた。ちょっとマジで、あ、この世の終わりだと思った。やばい、どうしよう、あやばい、あもうダメだ、死んだと思ってガチで苦しんでたけど、なんとかなりました。気をつけないとダメだよ、さすがに気をつけて、お酒は気をつけなさい。はい。本当に本当に、あもうダメなんだと思った。やばいってない、学習してください。学習したの、学習した、学習してたのに昨日はダメだった。学習してちゃんと気をつけてるのに昨日は酔っちゃったの。酔っちゃったって可愛いね、酔っちゃったみたいな、可愛いねとか言っちゃダメか。君は飲みすぎてダメだ。でも日本酒は美味しい。日本酒チャレンジしよっかな。苦い。高志ロックハートありがとう、たくさんありがとう。母さん普通に2日酔いどころか3日酔いですが、かわいそう。部屋のね、部屋のね、聞いて、きねのさ、あのお酒飲んだって言ったんやから、絶対2日酔いになるでって言われてたんだけどな、あの部屋の2日酔いになりませんでした。なんと野田ひなの2日酔いにならず、すごいっしょ。大輝、悪のペンライトありがとう。母さんあざと、あざと、あざとくてかわいいでしょ。くらん、焼け酒ですか、死ぬ。焼け酒じゃありません。普通にでもあの変なことみつおとご飯に行ってお酒を飲みました、たまにね。大輝、日本酒はどういうのも高い。そうなの、じゃあ部屋の死ぬかな。なんか可愛い、あざとい、何なんだ。可愛いだろ、それが若さってやつだよ。大輝、それが若さか、部屋のは若いってこと。いっちゃん限界突破覚えたらセーブするようになる。じゃあ部屋のはさ、部屋のはさ、次から大丈夫かな。セーブされるかな。2日なんだ、今だけだよ、今だけ。じゃあ今だけを楽しまなきゃダメってこと。でも本当にね、死ぬかと思った。ガチで死ぬかと思ったっていうか、もう死んでた。3連休初日にそれだったから苦しすぎた。かわいそう、それは死ぬね。よく生きたね、頑張って生きて偉い。死ぬと思いますね、死んじゃうかな。昨日は福留イベントで、あいいね、なんだっけ、みったんのお楽しみ会だっけ、なんか言ってた。馬券のアクキーを作ったんだって見せてくれた。ひなちゃんが幼稚園児ってこと、それはそう、ひなちゃん幼稚園児、同い年なの、二日酔いなの、何、ふーふーとか言っちゃって、ひなちゃんは赤いってこと、アピール、最低で死んじゃった。お酒はなかなか来れないんだよね、高志郎君。お酒、お酒って怖いね。本当に昨日は、あもうダメだ、この世の終わり、あ無理だ、あどうしよう、死だ、あってなってた。トゥーロージュさん、初見さん、ひなのん、ひなのんだよ、こんばんは。お金に余裕ができたらなんかしてこよう。何をするの。ももたんさん、かわいい、ありがとう。大輝、しくち買いました、ありがとう。皆さんぜひしくちきゲットしてください。ひなのんの君セレでのラストしくちきでございます、ぜひゲットしてください。ぜひぜひぜひゲットしてください。なんだっけ、明日、そう今日ね、スタッフさんに聞いたの、あそこお仕事行っててスタッフさんに聞いたんですけど、明日のなんかスタッフさんの会議でなんかいろいろ決まるから、ちょっと待ってって言われた。卒業の公演のやつとか、あのなんだっけ、卒業式的なやつとかって言われた。だから明日決まるらしい。断片的にだけど、なんか土下座してた記憶あります。え、何してんの、何してんの、やば。
やば、土下座してたの？疲れてる日の酒が良いからそのせいかな、そのせいかな、そのせいかな、そのせいかな。ヒノに怒られないことなら大丈夫。そうだ、ヒノに怒られないことなら大丈夫。方法楽しみにしておく、楽しみにしといて。ニチ君帰れるかまだ分かんないのか。うんね、でも帰れないのかな。まあ最悪30の朝一でもいいんですけども。トゥーローズさん、もしかしてもたいたら、あ、はい、あの一応やらせてもろてました、野田です、野田ひなのでございます。疲れてたり運動後だとお酒もいいですよ。絶対それだ、だって昨日ライブ後だったもん。絶対絶対それでした、絶対それです、ライブ後だったので。母さん29のチケットもしくチケも買って、ありがとう、ありがとうございます。皆さんぜひ29日あの遊びに来てください。卒業ライブ公演があります。今日からね、あの何だしたっけ、チケットあれです、チケット販売が開始しておりますので、ぜひ来てください。あのチェキも販売してます、30までかな、ぜひゲットしてください。若い頃は酔って知らない部屋で目が覚めてたりしたら、やば、そんなことあんの。なんかさ、あのね、記憶をなくすとかはあんまりないんですよ。あんまりないというか、まあそこまで飲んだことがないんですけど、なのは記憶をなくすとか、あのふーってなって酔うってなるよりはキロってしちゃったやつなので、すみません、本当にあの皆さん幻滅しないで野田ひなののことを好きでいてくださいっていうタイプなので、あのそうそう、そんなにあのうんそうなんでございます。やらせてもろうてました、そう一応やらせてもろうてましたです。約束したかな、まあ守りますよ、守れ守れ守れ。ねじきは友達募集して出席代行してもらいます、ありがとうねごめんね、ありがとう、本当に性分悪くてないと、嘘嘘、何、あ、そっか、もう出てるのか、 S がこの前出て今日一般販売開始、性分どうでしたか皆さん。うん、あと何回この配信が見えるのだろうか、でも配信定期的にするね。じゃあ48ファンさん、はたありがとう。記憶は一回飛ばしてくれた、懲りるの。なんか記憶が飛んだらどうなるんですか、本当に記憶がそのままなくなるだけなの。ダメちゃん、ダメキュー、うるさいうるさい、ダメくな、黙れ黙れとか言っちゃった、うるさいうるさい。ダメちゃんこんばんは、48ファンさん、はたありがとう、たくさんありがとう。私ドック、社員旅行行って目が覚めたら別の会社に混ぜた、しんどい、やばやばすぎ、すごいじゃん。ロールケーキ屋さんこんばんは、最近セイバーホンダアツシと連番でくさ、しんど、仲良しだね。合わせたわけじゃなくてあれなの、あのセレンディピティ的なすごいね、ダメチ定期的あざす、喜べ。ズマッチさんからのペンライトありがとう。カリスマさん、今来た、今日は何してたの。今日はお仕事に行ってました。そう、途中からオフだと思ってたんですけど急遽お仕事になりましたので、だからメイクしてんだよ、だからオフだったらメイクしないもんオフだったらメイクしないとかもやばいんですけど、本当にお外に出る時にメイクしないんですよ私、マジでメイクができなさすぎてメイクが苦手なんですよ、するのがめんどくさいってだけなんですけど、そうだから急遽お仕事になったのでちゃんとメイクをしていきました。偉くない、本当はさ布団の上でゴロゴロ寝っ転がってすっぴんでいたんだけど、ちゃんと化粧してさ外出たの偉くない、でちゃんと化粧したから配信したの、もったいないじゃんもったいないってなんだって感じなんですけど、化粧がもったいないじゃんってことで、かいちゃん後からじわじわ来すぎたので現実逃避することにしました。泣かないでね、もうごめんね、じわじわ大丈夫だよ大丈夫だよ、なんか定期的にやって死んでない大丈夫だ、そうだよ大丈夫だよ大丈夫大丈夫、なんか綺麗に記憶なくなってる、そんな感じなの、そんな綺麗に記憶がピョンって消えるの、こっからここまではあるみたいな、もうすぐでゴールデンウィークだね、だるだねとかだね、そうだ偉いね、偉いでしょ、手でも可愛いんじゃないかな、本当最高やった、メイクは本当にめんどくさくて嫌い、
メイクしたら気分が上がるは上がるんだけどね。カズニそれではおやすみ。カズニおやすみ、ありがとうね見てくれて。またねおやすみ。タイミング最高ナイス。佐々木さんこんばんは。あーちゃんさんこんばんは。カリスマさん流れ星ありがとう。なの卒業しても配信するのしないの、たまに。じゃあ定期的にします、定期的にしますわ。トイレに行ったはずがローカルで寝てて朝だったとかもあるかな。え、どういうこと？トイレに行かずにローカルで寝てたってこと？トイレから帰ってきてローカルで寝てたってこと？あ、でも記憶が飛んでるから分かんないってことなのか。大変だな。気をつけるスピンでもよくしてても常に可愛い。それな、カラオケで2曲踊ったの覚えてます。何を踊ったのロルケケさん、東京やった25日にいるか、最高気温が25度だって。暑、夏やん、嫌やな。君島何お休みなの。高橋ロック、そう気をつけてる、ガチ気をつけるわ。卒業したらメイクしてないからラジオ配信ばかりとか見てくださいね。えっつあーあーえっつきます頑張ります。くまおやすみなさい。おやすみグラン、ありがとうね見てくれて。ゆっくり寝るんだよ、おやすみ母さん。いわくメイビー動画でも踊ったらちゃんと一般人でまくるように、死んだ一般人でまくるようにちゃんとその二つなんだ、えらいじゃん佐々木さん、ヒャンが卒業してしまうので泣きますので、泣かないで泣かないで、ごめんね。尾上さんこんばんは。大気気まず死んだ、うん気まず、キキキ気まず。なんかとりあえずいろいろある機会作ってね。わかった、任せろ母さん。あと全員の飲み物コンポータージュにしたのも覚えてます。死んだ死んだ、コンポタ美味しいけどずっとはやだよね死んじゃった、お酒怖いな本当に。でも昨日は本当に死んだ死んだ死んだ、もう苦しかったってなった。でも復活すごい、すごいでしょ。ちゃんと朝起きたら復活、それ以降2時間の記憶ないです。怖い、やば、何してたかわかんないよ。もしかしたらもっと暴れてたかもしれないよ。いや、記憶なくさないようにしよう。あれ多分記憶なくす前に死ぬから大丈夫か。友達は外で寝てて財布取られたし、マジで気をつけて。やば、そんなことあるん、怖っ。日本やのに、日本やのにとか言っちゃってね。日本はさ、なんかさ、なんかあんまないんちゃうん、そういうのあるんやん。君もさすがの若さ、イエーイ、ハートチー。だけどお酒は怖い、本当にね、怖いね、気をつけるわ。もうお酒飲まないとか言っちゃってって感じだよね。佐々木さん、もしかしたら卒業くらい泣きますよね。泣かないよ泣かないよ、いや泣かないよマジで。卒業公演みんなだから楽しみだねみんな泣かないで。ペッペで1200円くれた人に1200ってメッセージ送ってたら死んだ、酔いすぎだ。飲まないよ絶対、嘘、1週間も持たない、嘘だ、そんなことないよ、飲まないよ多分。泣けよ、泣けよって何、泣かないよ。だからみんな泣いていいよ。ヒャノは泣かないから、ヒャノはニコニコ笑顔で、ニコニコ笑顔で出るので、みんなは泣いても泣かなくてもいいよでも泣いて。誕生日前に叫びってた長さみたいね。でもね、でもね、もうしんどいって思った昨日昨日嫌だった、もうこれ嫌やってなった、死ぬって、死んだって思った。だけど泣かない、泣かないで、泣いてもいいよでも君も泣きよ、ちゃんと言うから。なんで泣きよとか言うの、泣かないよ、部屋のは泣かないよ。なん多分リアも泣かないから、うちら二人泣かないよ、ハッピーで終わるよ多分。幸せハッピーで、そうハッピーが大事。いやマジ最近人生ハッピーだから、ハッピーに生きることが大事だと思うので、みんなもハッピーに生きた方がいいよ。夏美だけ泣くやん、みんな泣くかな、みんな泣くと思う、みんな泣くかな、泣かないよ、泣くかな、みんな泣くの、みんな泣く予定の人いますか最悪だよねこんなこと聞くやつ、最悪じゃない、こんなこと聞く推しメンめっちゃ嫌。みんな泣く予定の人いますかごめんなさい、本当にすいません、最悪だねのだ、ごめんなさい、今のはちょっとよろしくなかったでも大丈夫だよ、泣かなくて、ニコニコだよ、ニコニコですよ。自動運転できる自信ある私、ノコメ絶対泣かん、死んだ、みんなバラバラですね
まあでも大丈夫大丈夫大丈夫。でも石橋さんに卒業する時泣いてなかったっけ。泣いてたか。泣いてたわ。でも部屋のでも部屋のみんなにあのニコニコハッピーで終わろうって、ニコニコハッピーにしようって言います。あのエンジンの時とかに奈良ひなのがいつもあのみんなで名前をね、じゃあ順番に奈良とひなのとゆみとはるとりあと夏美とって言って、ひなのがいつもせーのって言ってセレンディピティってやってるんですよエンジンで。その時の前に皆さんあの泣かずに、あのまあ泣かずにとか言わないでいいか、みんな今日ハッピーで楽しく最後終わろうねみたいな感じのことを言おうと思います。わかんない、あの今はそうやって思ってる。本番になって急にヒアナがやっぱりって言って泣き出すかもしれないけどね。泣かないよ。でもヒアナは多分セルヒアナ泣いたら全員お前が泣くんかーいってずっかける。泣かんって、大丈夫だよ泣かないから。だからみんなも泣かないで、いや泣いてもいいけどね。サバババさんこんばんは、竹畑ありがとう。なんか亡霊になれるわね。亡霊さん亡霊さん、泣いたら笑ってあげる。なんで笑うの。泣きません、うん、みんな泣いてもいいけどハッピーに幸せに生きよう。なのでヒアノは泣かずに笑いますよ、ニコニコで消しますので楽しみだね。あともう1週間じゃない、あとやばくない、あと1週間しかないんだね。知らなかった。母さん流れ星ありがとう。やばくないか、やばくないか。すごくない、あと1週間しか。4月さんは誕生日だけど気にしないでください、祝ってくれないの当日泣きますので。4月30日お誕生日なの、おめでとう。佐々木さんおめでとう。ひなのちゃんの卒業公演の次の日か、おめでとうだよ。いい1年にしようね。普通にひなとたむの卒業で号泣したけども、死んだ泣いたの。じゃあひなのの卒業も泣くんじゃない。泣くの、泣くんじゃない。でも泣いて泣いてってきててヒアノだけ泣かなかったらなんでってなるんだけど。ホテトファンさんハートありがとう。なーにゃネモーシュおしさん、あ神おしさんかな、初見さんお疲れ様です。初見さんありがとう、お疲れ様ありがとう。ホテトファンさんハートたくさんありがとうね。だけど夜泣いたことない。そうなの。じゃあハッピーでニコニコで終わりましょう。マリカ私アンハッピーとして有名です。アンハッピーなの、ハッピーハッピーで生きよう。大丈夫だよ、ひなのちゃんがいるので。母さんジェアデイズやったら泣きます。ねえカバーさやらせてって言ったんだけどダメって言われた。カバー曲はダメですって言われました。えん本当はね、あのね、最初はピアノの卒業だけだったのでひな子たちがね出たいって言ってくれてたんですけど、そうそう、あのリアも一緒になったので行った。ミニだけ来てくれます。涙の表面張力リベンジなら死んだ死んだ、難しい。でもあれだよ、ヘッドセットないとできないもん。アカペラこの涙は君捧げて我慢します。あーいいね、ピアノのさ、あのさ8の時の卒業の曲だよね。あのこの涙は君に捧ぐにしました。ピアノあとは前しか向かねえの2曲にしたの。それありだよね、ありだよねとか言ってもできないんだけどさ。そうカバーはダメでって言われた。まあまあまあ君製の曲をやってって言われたのでやります。ハート型ウイルスしか勝たんできない。ハート型キミツ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 死んだ。めっちゃ好きやんキミツ、お気に入りだねあなた。ホイテートファンさんハートたくさんありがとう。それね、そこ泣きそうだか泣いてそうだかどうにかしてて。大丈夫だよ泣かさないよ私は。マジであの本当にハッピーでニコニコで終わろうって言うので。そう今日もねスタッフさんたちと話してたんですけど、楽しもうねって言って楽しもうって言って背後ハッピーに終わろうって言ってねーって話をしてた。母さん SD さん泣かなくない、佐賀さん絶対泣かないよ。なんなら多分普通にいや違うですねみたいな感じで多分言ってるよ。絶対泣かないよ、スタッフさん泣かないよ多分。卒業でもニヤニヤしてそう。それな、絶対そうだよ絶対そうだよ。大輝あたありがとう。ニコニコできないかもしれません。なんで泣くの、
ニコニコしてください。でも泣いてもいいよ、全然みんな泣いても全然大丈夫ですよ泣いてもいいしニコニコでもいいし、あのその時の感情にお任せしますディアドさんこんばんは。本当にさ、あの泣いてもいいよとかさ、その時の感情にお任せしますとか、泣く予定の人いるのとかさ言うさ、おしめめっちゃ嫌じゃない最近冷戦強いので任せてください。あ、じゃあ泣かないの。じゃあ真顔で、真顔になりそうだね。真顔は嫌だ、真顔は無理、真顔は無理。ちゃんとニコニコするかエンエンするかのどっちかにしてくださいで普通に部屋のコール聞かせてください。みんな部屋のちゃんコール頼みます。ひなのって頼んだ。リアドさん流れ星ありがとう。変顔にします。いっちゃん謎でしょ、変顔謎。ひなちゃんはニコニコってする、ニコニコ。そこでもね、ちゃんとね卒業公演用のねネイルなんですよ。まあ、色とかっていうよりかは本当に面からとか翼みたいな感じでね、そう可愛いでしょ。でも髪の毛だけあの衣装によって変えようと思ってて、どうしようかなって思うんだよね。そう、衣装が明日決まるらしくて、何を着れるかね、どうなるかね。だからそれによってヘアサロンを予約するか、この感じで行くか悩みますね。もともと地蔵なんでた、別に死んじゃった。もともとおとなしくしてるの、確かにおとなしいかも。母さん流れ星ありがとう。いるじゃん困った時に変顔する人。確かにタチカチ困っちゃうの。ライブ中に困らないでください。真顔でコールありだな。なんでもう楽しんで、みんなハッピーに行きたいよ。ハッピー卒業公演にしましょう、ちゃんと。でも楽しみだね、明日でピアノは。でもあのハッピーかハッピーじゃないかちょっと決まる明日のスタッフさんの会議、ひなのちゃんたちは別に参加しないんですけど、で決まる。だいぶ差つかるのかな、それもね。明日決まります、明日。でもひなのはお願いしますってあの言ってるので、SJ さんが戦ってきてくれると信じて信じてます。ひなの旅入り参加してきて。何が、何に旅入り参加するの。あー、会議ってことね。行きたいね。無理やり参加していいかな、会議ちゃんとしてくれね。でも本当にね、ちょっとね、もうね、そう、まあ、まあ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 なのでちょっとでも信じてはいます。きっといろいろとできると信じたいまたね、ね、そうそう、なんかねちょっとダメだね、ちょっとね、そうそう、あんまりよろしくないのでね。15日連続で手当てて死ねる。うわ、休んでないの、大変だ。寝なさい、ちゃんと。 HK ね、もっと高くしないの。でもあのもうそのチケットのねやつもあったんです、チケットの話もあったんですけど、そう急遽だったっていうのと、なんかエチケとかの内容の特典とかも本当はもうちょっとあんまりなかったのね。でもなるべくさ、もう最後だし、あのじゃん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 とか言っちゃって、そうなんか全然いいんじゃないですか、もうちょっとこれぐらいやってっていうことで、いろいろとお得、なるべく来やすいように、みんなに来てもらいやすいようにちょっと頑張りました。グッズ1万5000円購入でサインありから、7キロ6000円でサインチェックやるのとかおもろいね。でもいいよってスタッフさんといっぱい話し合って決めました。そう、最初は何もね、あのあれだったの、なんだっけ、本当に写メ券だけみたいな感じだけをつけるみたいな言われて、ちょっとなんかあんまり差がないから、もうちょっとさ S でねにちゃんと、ちゃんとというか S チケの人とか、なんだろう、チケット買ってくれてる人がなんだろう、よかった、お得だなってちょっとでも思えるようにしたいです、最後なのでって言って、交渉に交渉を重ね、これになりました。こんな感じになったので、皆さんちょっとでも来てもらいやすいようになったのかなと思っております。自分さんに何するかちょっと決まらん、なんでもいいよ、多分わかんないけどわかんない。シュウチサインって何がいいんだろうね。助かります、よかったです、よかったです、よかったです。
中央公園ね、どうなるかな。全然1号系ってなんだ、1500円じゃないか、15000円ってことか。 K が1000だもんね。15000円でも払えるのよ。本当ありがとうございます。よかった、お得ですか。よかったよかったお得でよかったです。最後だしね、ちょっとでも皆さんにたくさん来ていただきたいし、急遽だったので本当に。全集合ないよね。全集合のあれであるんじゃない、普通に写メかわかんないけど何かであるよね多分。あの普段買えるよね多分。なんだっけ、サインチェキ、写メ券、全員写メ、動画じゃない普段多分。それだと思う。全員があるからっていうのでリアと2人の囲みチェキにしたはずっていう話だったと思った。物販で買えるんで、なんからしいけどね。運営メンバーに交渉される前提で最初渋い特典にしてる運営、あ、え、死んじゃった。あ、ね、そんなことはないですよ。でもなんかメンバーに、そうだね、なんかでももうちょっとだけっていうことでお願いしますっていうことで言わせてもらいました。でも本当に今回は全然戦ってないので、全然そこはご安心を。全然普通にちゃんと交渉させてもらいました。今回よかった。白身魚フライさん、ピカピカありがとう。それにゲーセンで手に釣ってるだけあります。ちょっとさ、ちょっとそういうこと言わないでもらっていいですか。いや、釣ってるんじゃなくて、すいませんこれどうしても欲しくてつって交渉してるだけなの。釣ってるんじゃないよ。あのゲームセンターで本当にこれがどうしても欲しくて、全然めっちゃちゃんと何回もやって取れなくて、店員さんにあの言ってずらしてもらった時あるじゃないですか。これ本当に欲しくてっていうのを伝えたら、ちょっとなんかあの頑張ってって言われる感じそんなだけだよ。ゲーセンでもいいですけど、してない本当になんか全然普通になんかお願いしますとかじゃなくて、え、これ本当に欲しくてみたいな、あのこれ本当にどうしても欲しいんですよみたいな感じでちょっと言っただけじゃん。そんなこと言わないで。そう、ちょっとだけどうしても欲しくてっていうのをちょっと心からの気持ちを伝えさせてもらったの。どうやってバトルときておねだり、違うよ全然違う、普通です。普通にこれ本当に欲しくてみたいな。運営さんにバトルときってか、普通にあのそんなこれどうしても欲しくてとか、そういう感じで言ってないです。言ってなくて、あのこうこうこうなので、こうこうこういう意見も出てて、こうこうこうだからこっちの方がいいと思うんですけど、これにしたのは何でですかみたいな、こうじゃダメですかみたいな感じでちゃんと言ってるので、そんなこと言わないでください。キャラに合ったらあのまま設定にせざるを得ない。本当あのまま設定にしてくださいって言って、あのなんかそうやって言ってからもう何回もできなくて、もういっぱいいっぱいやってなんとか取れるっていう感じなんですけどね。毎回そう、ゲーセン大好き、ゲーセン大好き。アーメン弱いって意見出ててこの景品取れないのおかしくないですか。死んじゃった、怖すぎでしょ。怖くない、そのさゲーセンでさ、こう痛い。今までさ、ちゃんと楽しくニコニコ話してたのにテープつけただけで心が一気に沈んだ。はぁ、爪やるなよね、気をつけなきゃ。爪、失業公演まであと1週間持たせたい。でもめっちゃ可愛いでしょこの爪。かわっちいでしょ、かわっちいでしょ、ピンク可愛いでしょ。めっちゃお気に入りなんだよね。これとかさ、大きくて派手でしょ。派手なの大好きだから、ひなの。毎日土が声まで持たせてね。いや、マジ頑張るよ。さすがに頑張るよ。さすがに持たせたい。さすがのさすがにね。しつこうやばい。何がやばいの？楽しみだね。でも、卒業公演終わった後も、あの、なんだっけ、大特典会みたいな感じで、ひなのとリアだけ物販あるので、ぜひ、これ何と思ったら、あ、よくしてか。別日、うん、当日、あの昼ぐらい、3時ぐらいで終わるじゃん卒業公演が。当日のどっかでなんか場所借りてやるんだってらしいよ。卒業公演の時爪メイン楽しみにしてるから、マジで楽しみにしてて、ちょっとさすがに持たせる。そう、当日なのでぜひみんな来てね。大特典会的な感じって言ってた。いろんな衣装着るみたいな。だからそれもなんかそのやつを着るのとか、チェキの内容とか、なんだっけ、もう明日の当日何着るかによって変わるから、
一旦それも全部待ってって言われた。お願いしますって、あの念を押して言ってきたので、きっとちゃんといいのが切れると思いますよ。出席しないといけないんですが、会場電波いいですかね。多分いいよ、多分いい、多分ね、大丈夫だと思います。来てください、みんな来て。29日は1日ひなのちゃんにください。持ってる写メとか、同学園その大特典会で使えばいいか、うん、ぜひ使ってください。そのなんだっけ、卒業ライブの時の特典会か、あの大特典会、その後の大特典会かな、アフター特典会って言ってたか、わかんないけど、でぜひいろいろと使ってください。今までこのやつ持ってて使ってないよとか、ラストいつ使おうか悩んでたよって方はぜひその時使っていただけるととても嬉しいです。なんかさ、今日さ、おめめのメイクうまくいったんだよねと思ったんだけど、なんかそんなこともないか。なんかさ、あの別にさ、ライブじゃない日とかの方が化粧うまくいくのなんでなんだろう。思わない？なんかライブの日とかの方がさ、可愛くさ、いい感じにメイクできてほしいのにさ、なんか別にさ、別にそんなにさ、なんかね、別にそんなにとか言っちゃダメなんですけど、普通にね、今日なんかいい感じにできたの、すごくなんでだろうって気持ち。可愛いよ、超可愛いよ。あ、それは知ってます、ありがとう。こんなアイドルは嫌だ。足がしびれました。ライブの日急いでメイクしてるからとか、それはあり、それはありかも。確かにそれはありです。なんかいつもあのお寝坊さんなので、あのギリギリまで寝てるの。確かに今日は時間に余裕があったから、ゆったりゆったりメイクした。絶対それだわ。確かに今日いつもよりかわいい。ほんと？ほんと？今日ビジューってこと？イエーイハッピー、最高ハッピー、ハッピーかもしれにゃーい。今日ピンクなんだ。今日ピンク女じゃない、かわいい。ちょっとリップが取れてきたけど、どっかに行っちゃったから、まあいいや。あっちに転がってるから、まあいいや、そのまま行きます。リップが薄くてもかわいいよね。最終活動日も29かな、多分だと思います。キミセレとしては29がラストだと思うです。あと1週間、あと1週間だよ。やばくない？やばいね、やばいね、わあ、すごだっけ。ニコニコしててかいね。そう、ニコニコが大事なので、人生ね、ニコニコしてたらなんとかなんだよ、なんとかなんだよとか言っちゃって、なんとかなります。ニコニコハッピーが大事なので、みんなもニコニコハッピーでいきな、その方がいいよ。人生ハッピーに生きた方が幸せということで、みんなもハッピーに生きてください。やっぱあと1週間しかないんだってさ、激ヤバじゃない？激ヤバじゃないか。あと1週間で野田ヒアノは、野田ヒアノは卒業です。今日ちょっと大人感強め、高めかもしれん。マジ？なんでだろう、なんだろう、髪下ろしてるからじゃない？あと服がちょっと少し大人っぽい色着てるかも。ピンクなんだけど、可愛らしいピンクじゃないからかも。丸じゃない？あと今日パンツスタイルだしね。まあ見えてないか、そうパンツスタイルなんですけど、だからじゃないかな。クリューガーさん、こんばんは。母さん激ヤバだよ。マリカ激ヤバすぎるね。激ヤバ、あと1週間らしいです。激ヤンバね、楽しい、楽しんでいきましょう、楽しんでいきましょう。見えてないよ、見えてたら怖い。確かに見慣れるように頑張りましたが、その精神素敵すぎる。桃田さんね、ハッピー、ハッピーに来た方がいいよマジで。ヒアロもこの精神に慣れてから結構幸せハッピーなので、みんなもその方がいいよ。幸せハッピーに行きな。推しメン今日卒業で、怒涛の1週間だよ。怒涛の1週間、あー怒涛の1週間だ。大丈夫、ちゃんとハッピーに行きな。ハッピーに行きましょう、大丈夫だよ。ヒアロ卒業したら何したいの？何しよう何しようね、何しようね、何しようねでも一旦ね、あれだよ、一旦ね、あの三重県帰ります。ちょっとだけあれする、友達と遊ぶ。今まで本当にあのすごくね、あのみんな全然遊べてなかったから、
遊びます。なんだっけ、本当にもう午前午後で分けてて、午前のことがすごいかわいそうじゃん、一日の中でね。だからちゃんと一日その子と遊べる日みたいなのをちゃんと作ろうと思ってます。そう、今まですごくそうそう、ごめんねごめんねって言い続けてきたので、三重県に帰ったらみんなとちゃんと遊べます、遊びます。フリマ今ひやのさん見られてハッピー、ハッピー大事、ひやちゃん見られてハッピー偉い、ハッピー偉い。バンド始めよう、バイト死んだ、バンド死んじゃった。幸せにされたり、そう、幸せが大事だよ、本当に幸せが大事。会えないの、生きていけなきゃ大丈夫、焦らちゃったな、会えないの、生きてちゃんと大丈夫だよ、大丈夫、生きて生きて、釣りに行きたい、あおいで、みえマジでいいとこだよマジでいいとこだよ、えらい友達を参してリラックスして、何があったね、本当にちょっとヒアノの友達はみんなね、あみんなにちょっと迷惑をいっぱいかけてきたので、迷惑をかけてきたというよりか、そのヒアノの帰る時間とか、ちょっとこっからここまでの間しか帰れないからみたいな感じで、いっぱいみんなすごい調整してくれて、迷惑かけてきたふりは、そういうことじゃないです、本当に。だからじゃあこの2日間、じゃあこの3日間帰るとします。1日は絶対家族で過ごさなきゃいけない、過ごさなきゃいけないとか過ごすで、だいたい夜に帰ってくるしね、夜に帰って、お仕事終わって夜に帰ってきます。でじゃあこの日2日目遊びます、でも午前午後しか遊べないじゃん、だから午前の子はすごくかわいそうじゃん、ごめんねって言って遊びます、じゃあこの3日目最終日帰ります、じゃあ午前中遊んで夜帰りますとか、そんな感じで本当にめちゃくちゃ急なスケジュールの中みんな合わせてくれたりとか、本当にもう午前みたいな感じで、もうこの時間でごめんねみたいな感じで、そうやってくれてたので、今回はちゃんと帰って一日ちゃんと遊べるようにそうしたいなと思ってます、お友達と。みえって海はあるよ、みえは何でもある、山も海もある川もある何でもある。みえにおかえりって出迎えます、出迎え頼みます。じゃあ三重県にただいまってしますので、ひやのに幸せにしてもらいます、幸せハッピーに生きよう、ひやのたんがみんなの面会をして、ひやのたんがみんなを幸せにするのでご安心を。1ヶ月ぐらい休んでてね、休もう。でもね、またね会えるようにするからね、母さん殴り星ありがとう、ひやのに会ってメンタルケアしてもらうからな、任せな、ひやのたんがみんなを幸せハッピーメンタルケアします、任せろ。ツイッター赤買える？買えないと思う、買えないよ、買えないです。なんか多分ね、また新メンちゃんとかはまた何だっけ、君セレで赤作ったからまた違うと思うんだけど、ヤマとかナナとか初期メンはそのまま自分たちのアカウントだから、そのまま買えなくていいらしいんだよね。太平洋側の海沿いコンビニすらほぼなかったぞ。三重県はでもコンビニはたまにあるので、たまにあります。でもちゃんと生活できるよ三重県、全然。てか爪何痛いんだけど、大丈夫かめっちゃいいとこだからみんな来て、今年こそ絶対三重に行くぞの気持ち、おいでマジでいいとこだから、普通に新面ちゃんとかだから新面入るの暴露し始めた方、私見たそんなことないよ、違うよ、新面ちゃんとか加入してくれたメンバーねってことね、ってことね。嫌なのは見えですよね、仲良く近いのあるしね、でもするならでも絶対東京です、だってお家あるもんこのお家があるの、このお家が普通に契約がまだあるので、全然だから全然こっちにいてもいいんですけど、一旦三重県でママの美味しいご飯を食べてちょっとお休み、一旦ね、一旦帰る、さすがに一旦帰る、もう痛い、ぶつけた、さすがに一旦帰ります、ハッピー、東京にいてくれな、うん大丈夫だよ、だってお家あるんだもん、だって家賃払ってるのにさ、もったいないじゃん、嫌じゃん大丈夫だよ、私たちやってるのに、オタで戻りはしないかもしれません。そうなの？
ねあちゃんがもしするってなったとしても、次会う時10キロぐらい増えてたらどうしよう、死んだどうしようね。次会ったらさ、ひなのさめっちゃさ10キロぐらいさ太ってさ、ひなのって分かんないかもしれない。みんなさすがにそんなことはないように気をつけます。食べ過ぎ注意します。気をつける。モニモニさんなのでね、本当に太んないようにしなきゃ。帰っていいから10年遊んでくれ、許さないこともある。大丈夫だよ、そんな変なことはしないので。全然普通にゆったり行きます。それはその時考えるけど、いやその時考えて、そう、もう自由な人間なので、野田ひなのは自由に生きさせていただきます。大事でしょそれが。てかさ見て、あみんな見たい、ひなののさ撮れたエクステここに置いてあるんだよね、ずっと。あでもちょっとボサボサだな。見てこれ、ひなののにねついてたエクステ、これはヒアノについてたエクステ、ここについてたんだけどね、1個取れちゃったんだよね。でなんか飾ってある、飾って捨てろよって話なんだけど、飾ってんだよね。片方だけ取れたの。えなんかね、なんか何本かつけてるのここで、ちょっともうボサボサなっちゃってる、なんかうねってるの。何本かこうやってついてて、こっちも何本かついてて、あそうこうやってこういう感じでついてんだけど、なんか右側こっち側のやつが1本だけ取れたんだよね。そう最初本当にここにこうやってついてたの。だから少しだけこっちはピンク要素が少しだけ薄まった。そんなわかんないよね、ちょっとだけこっちのが多い。その紙100円からスタートしましょう。死んじゃった、オークションってこと。矢の中身オークションなのこれ。1000、死んだ10万。ねえ怖、無理、死んじゃった怖い。何言ってるのみんな、そんなそんなさ普通のエクステでオークション始めないでください。ウケる、ただのエクステでございます。普通捨てる、捨てたらいいのかなこれ。私わかんないんだよね、エクステ初めてつけたから。なんかでも取れた時は交換性ですみたいなの言われたんだけど、でもそれ多分1週間以内のやつだよね。だからさちょっとよくわかんないんだよね、部屋のも。なんかでも外し方みたいなのが書いてあったから、嫌になったらすぐ外せるらしいんだけどね、ちょっとよくわかんない。ピンク色なんかうねってるな、ストレートアイロンかけたらよかった。なんかめっちゃうねってない、やだ。ほら、部屋の髪の毛だったもの、髪の毛だったもの死んじゃった。でもエクステすごい生活がしづらかったです。もらえる世界線待ってる、死んだ。こんなもいらないでしょ部屋の髪についてただけだよ、いらないよ、いらないです。あのそんなもうそんなそんなこと言わないでください、ね、何が生活しにくいんだっけ。うん、なんかすごいね、あの髪結ぶ時とかに引っかかるんだよね、めっちゃ。であと頭洗う時とかにもすごい大変で、エクステついてると普通に髪洗えるの。えなんかね、うん、普通に洗えるんだけど、全然普通にね、普通にシャンプーできんの。でもなんかシャンプーが、私いつもボタニスト使ってたのね、ボタニストを使ってたんですけど、なんかそうボタニカル系ダメって言われたから、なんかなんたらエイトザタラソみたいなのに変えたらいいですみたいな、ここら辺がすごくいいのでみたいな言われたから、それに変えて、なんか、うん、トリートメントとかそのままでいいけど、シャンプーだけ変えてって言われた。シャンプーだけ別の買ってやってる。なんかだからちょっとめんどくさいけど可愛いから、マジでヒアノはこのインナーを入れて自分あの幸せハッピー。まずエクステもらったところで、ところで感あるよな。そうだよ、エクステもらったところで、だってね飾ってこうやって飾るんでしょ飾ったとしてもさ、ヒアノの髪でもないんだよ。だって本当にヒアノの髪じゃないんだよこれ。ヒアノの髪ならちょっとワンチャンわかる、わかるのもちょっとよくわかんないけど、ワンチャンわかる。でもヒアノの髪でもないんだよ、ヒアノの髪にただついてただけのやつだよいらないでしょ、いらないよ、いらないよ、さすがに。もうなんかシールらしくて、これね、ここに髪挟んでたんだよ。普通にちょっと痛かった、でも可愛いから我慢できた。スーさんかな、こんばんは。ただ飾ってるの激ヤバだな。そうだよ、激ヤバだよ、可愛くない。巻きつけてみた、ピンクって可愛いね、こう見たら。ピンクって可愛いの。次髪の毛何しようかな、ハッピーマジハッピー最高。どうしよう。でもマジさ、あの服によって違うんだよね、明日の会議次第髪の毛ね。そうなんだよ本当に、それによってヘアサロンさ予約しなきゃ。
そう、なんかあれだからさ、なんだっけこれ、あのいつも自分が行ってるヘアサロンとまた別のところでエクステつけてるから、エクステまたつけるならそこも予約しなきゃだし、暗くしようかなとか思ってたりもするんだよね。なんかそのものによってはあの部屋の髪真っ黒にしようかなとか思ってて、はい、言っちゃったけど、そう、ものによっては真っ黒、ものによっては激派でみたいな、ものによってはこのままみたいな感じで悩んでます。ミエで一番派手になろう、ミエで一番派手なイキリキッズ信濃になります。俺もそのようになるの、何なんか多いよねこれ、黒な可能性あるんだよ。え、なんで、普通にあの真っ黒も可愛くない、真っ黒もいいかなと思って、そう、物によって何を着るかによってどうなるかによって変えようかなみたいな感じで個人的に思ってるんで、そう、黒も全然いいかなみたいな、いや最高って意味ない場合で、黒いいっしょ意外といいよね。そう、真っ黒か、まあ真っ黒って言っても真っ黒すぎないやつかもしれないけど、ブルーブラックとかそっち系かな、真っ黒かこのこれぐらいの髪色で、またちょっと別の色かピンクかわかんないけど、またエクステつけるかか、もうちょっとだけ派手な髪色に全体的にねするかみたいなかな。一旦ボブはまだしない、一旦ロングです、一旦ロングで弓探検の黒か、うん、するならそっち系か焦げ茶ぐらいにするかかな、悩んでる。マイサンブルブラックで、あ、そうそうそう、よく知ってるね、そうだよ、どうしようかなって思ってるところ。この前さ、でもさ、全体写真を見たときにひなのさんって意外と髪色が明るいこと気づいた。メンバーがみんな、ナナイがみんな黒系だからかな、どうしようかなと思っております。でも楽しみ、どうしようかな。明日の16時までに、で、あの16時か、そう、16時までじゃない、16時から会議かな多分って言ってたから、明日の16時ぐらいには決まるんだ。ドキドキ。ピンクブラウン待ってます。ピンクブラウンも可愛いよね、春だしね、春だからね、春って大事だよね、いいよねピンクって、かわいい。本当にこのエクステをつけてからさらにピンクが好きになった、マジで。これこの髪の毛ね、マジでみんなにハメるんだよね、めっちゃ可愛くない、好きな髪楽しみ、マジ楽しみしてて、つまり参加するわね、部屋も参加したら普通にあの行っていいですかって言ったらよかった、でも絶対に帰ってくださいって言われます。あの部屋のが会議参加したらまたね、何を言われるか分かんないからって言われちゃう、また言われる、乗り込みやなね、乗り込みましょうね、どこで会議してんだろう、またうるさいうるさいほらほらって、うるさいうるさい、もうやめて、そんなことはしませんの部屋のは、普通におとなしくさ、あの部屋のは別に普通にできたら何でも大丈夫なんで、そう、普通にできたらいいだけなので、全然全然ね、ピンクレッドって色もかい、あ、ありだね、ピンクにメンバーカラーレッドね、あり、めっちゃあり、うわー悩んじゃうな、どうしよう、ハッピーマジ楽しい、本当に楽しいね人生って、輝きを得た。だってあのさ、最初さ、カラコンもさつけちゃダメ、触覚もつけちゃダメ、巻いちゃダメだったんだよ、ヒアノだけダメだったの。議事録取ってちょうだい、何議事録って、読めることはすごいでしょ、でもちょっと意味がわからないから教えて。なんだっけ、そうだよ、ダメだったのヒアノ、カラコンもつけちゃダメですみたいな、触覚もつけちゃダメですみたいな、巻きもダメですみたいな感じで一番最初に言われたの、言われたからえーんって思ってたんだけど、まあ、触覚は最初よちょっとだけ良かったので、さ、触覚を巻くのも全然あんま許されなくて、だん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 、そうそう、だん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 良くなってきて、今はやっとこんな感じになれましただって最初のさ、ひなちゃんのさ、あの写真とか足とか見たらさ、すごいさ、って感じだよね。記録はその会議のまとめ資料みたいなもんで、会議を文書化して、ああね、そういう感じなんだ、気になる。ヒアノも議事録取ってくださいって言いたい。確かにそれ以外の皆さんにそれ言うの怖いもんね、死んじゃった。そう、なんかね、そう、なんかヒアノはなんか可愛くなくていいですみたいな、可愛くならないでくださいって言われたの一生芋女として生きなさいって言われて、それがすごいね嫌だったから、頑張って可愛くなろうと
そうメンバーにもねいっぱいねお手伝いしてもらってこうなりました。そう素敵になったでしょ。多少なりともマシになったでしょ。可愛くなったよね。全然部屋のも可愛くなったと思いますよ。自分で言わないで、自分で言わないでほしいけど、良くなったよね。いもんだ、どういう方向性でね。不思議だよね。マジで、いやダメ、ひなのはダメみたいな。髪の毛を染めるのも許さないみたいな。えみたいな。巻いちゃダメみたいな。えみたいな。地味にしなさい、芋女にしなさい、カラコンなんてつけてたら外してやるみたいな感じだったの。マジでそうだったんだよ。そうだからね、よくなりました。やっぴー、最高最高、ハッピー。ひなさん以外怖い目でにらみつけられそう。そう、ひなのそんな怒んないしね。そう、なんかひなのはみんなが結構ね、ヒアノがめっちゃ言うやつだと思ってると思うんですけど、文句とかね。ヒアノはそんなに、普通だったら言わないんで、そう、全然ヒアノ言わないので。声かけてもらったみたいな感じだから特別待遇かと思ったけど、逆だった。そう、ダメなんだって、ヒアノは。別に特別待遇とかはないよ、店で。そう、野田ヒアノさん。そんな特別待遇とかはされたくもないしね。普通にできたらいいだけなんで、ひなのは。そうなんですそうなんです。普通にできたら OK だったんで。まあまあまあ、えんちゃんさん、初見さん、こんばんは。まあまあまあとか言うのが一番気まずいね。ダメだね。まあ深川だとかね、ね、いいよね、かわいい。のメンバーは可愛いんです。みんな部屋の周りの子たちはみんな可愛いんです。気まずいって思ったら気まずいって言ってくれ、助かるしんだ。で気まずいじゃん、そんなので。気まずくないだって。気まずくない、めっちゃね。まあまあまあとか、まあまあまあっていうのがいっちゃん気まずいよね。そう、まあでもね、まあでもね、全然部屋の楽しかったですよ。部屋が一番可愛いよ。知ってるよ。今の部屋なんであったから愛しちゃったみたいだな。えらい。今の部屋ちゃん可愛いでしょ。愛しちゃってえらい。でも部屋も今の自分が一番お気に入り。まあ、あの更新していけるように頑張りますが。でもどうしようかな。でもなんかね部屋の今ネイルしたじゃん。で髪の毛もさやってるじゃん。でカラコンも入れたじゃん。巻くよりもなったじゃん。これ以上でも改造何をしたらいいか分かんないんだよね。てかさ、エクステで遊ぶのやめよう。すいません、本当にどうしようかなって思ってます。何がいいかな。そう、最近派手ブームにハマってたので。でも野田部屋のまたあのあれなんですよ、あのブームが去ったら嫌になっちゃう人だから、次はまた爪も外し出したりとか、髪の毛とかもおとなしくし出したりとかすると思う。野田部屋の本当にね、気分屋さんなんですよ。ですっごい飽き性なので、飽きちゃうと思います多分。あのだからピアスとかもうんみたいな、痛そうだし一回開けたらなみたいな。だから一個もまだ開けてないんだけど、その辺のは飽き性だしダメなんですよね。ツインテール風なんか今日の服とさ、顔の感じ的にツインマジに似合わないね。イエイ、今日はちょっと大人っぽい服なんですよ。でさっき言ったね、そう、可愛いでしょ。もう好きですよね。それ以上何もしなくていいです。でしょ。普通はしてもらうかな。でもね、ツインとか好きなんだよ。ツインとか普通とかめっちゃ好きなんだけど、今日のに合わない。だって今日の格好がね、本当に結構大人っぽい系なの。ちょっと大人っぽい系なんですよ。黒のパンツでみたいな、この服でみたいな感じなんです。早くスクショします。ちょっと待って、スクショリップまあいいかも。はい、はい、とりあえずその服50着送ればついんない。死んだ。めっちゃついんやじゃん、ね、このこういう系の格好の時はしないよ。だってこんな格好してるのにツインしてたらさすがに嫌だ。さすがにしない。この格好の時はおろしか、あ、ストレートか、巻きおろしか、ハーフアップか、ポニーか、
ぐらいかな、それぐらいかな多分。大人っぽいのなら最近さんの服も大人っぽいのみたいな。あ、そう、部屋のねブームがね去ったんだよね、あの可愛いキャピキャピ系のブームが。あのそう、服もなんだけど本当にブームがあるの。最近はちょっと大人っぽい系のねやつをしてるんですけど、あのフリフリ系のやつを最近着なくなりましたね。まああのいつも普段ジャージが多いんですけど、あのダルギーをいつも着てるんですよ、あのライブ前とかね、あのああいうああいう今干してるんですけど、ああいう楽な格好をいつもしてるので、まあ私服ね、そうたまに着ますので。ひろさまさん、流れ星ありがとう。服によってかな、そう服によって書いてる人の、ジャージで目は帰らないでね。うん、なのいつもジャージで帰ってた。ジャージでさ、あのなんかさ、もうだいたい家に置いてあるから、こんなちっちゃいカバンでジャージでルン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 っていつも書いてるちゃんと私服着て帰るね。じゃあ今回、昨日もプリムジーンズで珍しいだと思ってた。あ、そう昨日は。でもあのパンツめっちゃさ、もう着ないかも、ゆるかった。なんかね前めっちゃ着てたの、でもなんかすごいゆるくなっちゃって痩せたのかなって話をちょうどしてたんですけど、着なくなったってね、ゆるくなって、あんまもうちょっと太ったら着ようと思う。田舎のヤンキーか、死んだめっちゃやだ田舎のヤンキー。痩せたいよね。この山健さん、こんばんは。母さん、都会から帰ってきた物娘がジャージで来るなんて。え、でもあのあんた何の学校で帰ってきたんそれみたいな、あんたそんな学校で帰ってきたんみたいな、やばーって言われますいつもそうです、いつも言われます。もうちょっとまともな格好しなよって言われます。物娘めっちゃ安心した。意外とちゃんとやめるから部屋の頭いいから。でもマジで割と1年前より部屋の細くなってると思うよね。痩せたよね、めっちゃ言われる、めっちゃ言われる、スタッフさんにも言われるもん。でも最近めっちゃ食べてるから気をつけなきゃねやばいね、気をつけなきゃ。そう今日もねちょっとね、あのねお腹がね出る感じの服なんですけど、この服でも今ちょっとご飯食べちゃったからお腹がちょっとぽっこりしてるから見せらんない見せらんないんだよねだから見せらんない。なんかちょっと大人っぽい感じの服でした時に見せようと思ったんですけど、でちょっとご飯食べちゃってお腹ちょっとぽっくりしてるから恥ずかしくて見せらんないの気まずいよ気まずいよ。だからまあまあまあそんな感じ、へこまして。いや無理、ヒアナだってイカ水だから食べたらめっちゃ本当にポーンって風船みたいになっちゃうの。そう、うん、食べ終わった時よりはマシなんですけど、でもまだちょっとぽっこりしてるのでダメダメ。結構ちょっとお腹ポンポコガス一緒だった。そうだからたくさん食べられるんだよね、ひなの。公開ですか、待ってるよ、死んじゃった。そう、まだご飯食べる前だったら全然大丈夫だったんですけど、ちょっと今日は今はお腹がポッコリしてるのでダメそうガラガラ食べた後で食べれない。そうポッコリちゃんなの本当にね。ずっとあの部屋のがもう若い時からずっとそうなんですよ。だから高校の時とか中学の時とかも、あのじゃあ、まあ、高校の時は分かりやすいか、そうご飯食べに行くじゃん、友達とかと学校終わりとかに、もうポーンってなってて妊婦さんみたいな感じになるの。若い時からじゃあさ若い時だからライブ前あんま食べないようにしてたり、あ、うん、全然食べます。でも見えないもん。だってさ、あの茶色の土初期衣装の時は、初期衣装の時はお腹見えないし、今の夏恋の衣装のやつはひなののはあのあんまりお腹を出してほしくないというスタッフさんと衣装さんのあのあれで。丈が長くなってるの。だからヒアノはあんまりお腹が見えないの。ちょっとだけしか見えないの。手あげたりしたら見えるけど、もちろん。カイさんまだ若いでしょ。そうだよ。ゆうたさん、こんばんは。ありがとう。だから、そう。あんま見えないから大丈夫なんですけど、今は、ちょっと、お腹出てるよね。うん。うん。露出少なめで安心してます。そう、露出あんまりしない方がいいので、ひなのは露出の感じじゃないでしょ、ひなの。
ていうね感じなので、そんな感じで、なので全然食べております。でもちょっとこの服は、そうそう、だってもうさ暖かくなってきてるけど、長袖じゃん、長袖でちょうどいいぐらいのやつがないの。だからお腹を出すのが一番ね、あの楽なんだよね。だからあの昨日の服とかも、遊びに行った時の服とかもね、あのちょっとだけお腹出てるやつだよ。だから最近お腹出る服のが多いかも。だって長袖でさ、半袖はまだ早いじゃん、長袖でさ分厚いのも着たくないじゃん。だからちょうどいいんだよね、服装迷う。そうマジで迷う。だから本当に着るものがなくて、本当に着るものがなくて、何も着るものがないんだよね。だからジャージが一番楽なんだよね。私大体半袖じゃないわ。で半袖でもさ、なんか全然半袖でもいいんだけど、夏部屋のが我慢できなくなりそうで、そうだから夏っぽすぎるのはまだ着てないの。だからちょうどいいぐらいの格好が今これぐらい、これぐらい、そうペロンとした感じの長袖ねが一番今のひなのちゃんの服装です。上下裏着物の上にバイトの制服着てたらめちゃくちゃでかいで、熱っ、激熱じゃない、そんなの。もうさ、もうさ倒れるよそんなの、倒れちゃうよ熱すぎて。でも部屋のもんまだパジャマはあったかいの着てる、長袖で。まあパジャマって言ってもすっごいなんかスウェットみたいなやつなんですけどね、ちゃんとした服着てる。そうちゃんと服着なきゃ、寒がりなので、寒がりなの。まだ毛布にもある、いや毛布にもあるよ、全然毛布2枚、普通に、そう普通に毛布は2枚、毛布は2枚やった方が好きなんです私。夏でも全然毛布2枚で寝ます。だからあのいつもママにやめてって言われた、あの本当にあんた起きてて死んどるとか嫌やから、ちゃんとあのあんまりそんな着ないでみたいな。でもエアコンをかけてあったかい毛布を着るのが好きなの、やのはわかるかな、この気持ち。死んだ死んだ、生きろ、毛布2枚でもふむふ。何言ってんの何言ってんの、クーラーつけてる毛布にはやめなさいって言われるね、やめなさいって言われるダメって言われる。でも一番好きなんだよね。またさ部屋のさエクステでさ遊んでる、なんかさこういうさこういうのこうやって手に巻きつけたくなんだよね、わかる。しかもこれね、なんかこうやってして次はこっちでみたいな、わかるかな、この部屋のやりたいこと。みんなわかる？わかんないよねきっと、わかんないでしょ、わかる？わかる？なんかこんな感じね、なんかするのが楽しいわけじゃないんだけど、まあわかる、わかるかな、わかるよね。なんかごめん、え、わかるっしょでしょ。今何時？何時？なんか眠くなってきちゃった、眠くなってきちゃったとかさ、めっちゃ自己中で死んじゃった。1時半、1時半か、1時半早いな、1時半か、どうしようかな。明日って何日？平日だっけ。声でかそれな、声でかいよね部屋の。でも大丈夫、お隣さんの声とか聞こえたことないから、お隣さんにはまだうるさいと思われないはず。23日火曜日、火曜日なんだ、13日火曜日、明日オフだ、やったーってことで、いっぱい寝ようっと、ハッピー最高ー。え、オフだよね多分、オフだよね、オフだよね多分、か最高。今日早起きの乗せてた、え、寝な早く。私現在進行形でお隣さんの声聞こえてる、死んだやばガチ。え、でも本当に聞こえないんだよね、うちのあんま聞こえない。うん、こんにちは、全然聞こえないマジで、全然聞こえない、全然聞こえない。寝たら死んじゃう、なんで起きれないってこと、こと。カラコン外したい、おめめが嫌な感じ。カラコンで外したらでも部屋のみんなの前に立てない。なんかさ本当にさ部屋の声前も言ったよね、でもさすっぴんの時にカラコンに、カラコン外してるのとか全然見られる分には全然いいですよ。でもねあれなの、なんだっけ、メイクしてる状態でカラコン外したのを見られたくない。だってさカラコン用のメイクをしてるわけだからねっていう話を部屋絶対前もしたよね。そういうことなんです。座ってるでしょ、何の話。
何の話？今座ってるよ部屋の。ライブ誘われたら行ってこようかしらね。行かない。うん、行きたいな。行きたいんだ。あね、行きたいんだ。睡眠より日なの。それはそう。でもちゃんと寝なさい。だって明日普通に平日だよ。平日だよ。カラコンなしでみんなの前立てないって言ってたので。うるさい人の上げ足を取るな。人の上げ足を取るな。人の上げ足を取るな。明日も休みだよ。一緒じゃん、一緒じゃん。明日休みハッピー。行きたくないしなのしか言えないんですが。えらい。そうだよね、そうだよね。ねんねん。土曜の対バンの現像が終わったんでね。写真楽しみにしてるね。載せてね。ありがとうなさん、おやすみ。ゆっくり寝てね。またね。月曜火曜最高の2連休。最高。ハッピーだねそれ。マジハッピー、ハッピー。お母さん全休ハッピー。最高。みんなハッピーじゃん。ハッピーやん。最高。みんなハッピー、ひなのもハッピー、笑顔でハッピー、幸せーってこと？なんか眠いね、わかんの。眠いよね。眠たい。部屋も眠くなってきちゃったよ。いっぱい寝たのにな。だって夕方ぐらいまで寝たんだけどな。マクマクさんこんばんは。なんか今日休みハッピー。マジハッピーだねそれ。最高ハッピー。皆さん X に投稿しておきますね。安心して寝られます。ありがとう。後で見るね。安心してゆっくり寝てください。おやすみ。ありがとうナンセさん。大吉卒業しても感謝せることもこともしませんよ。そうしてください。絶対にね。そうしてみんながハッピーでよかったよ。部屋のは眠いけど風呂入らなきゃ。いやそれな。でもお風呂入ったら絶対また部屋のは眠くなくなって、遅くまで起きることになりそう。困っちゃうな。じゅんぺいさん、キミセルさん撮影可能なんですね。初見です。初見さんこんばんは。じゅんぺいさん、じゅんさんかじゅんぺいさんかちょっとわかんないけど、こんばんは。撮影可能ですね。対バンで撮影可能曲が1曲ありますので、ぜひ。ダメチン、お休みにされて寝そうになった。お休みにされて寝そうになったの？おはようって言ったら眠くなくなるってこと？そうなっちゃうんでハッピーじゃないですね。わかる。そうなっちゃうよね。でも大丈夫だよ。寝れなかったとしても明日休みなんだから、ゆっくり寝たらいいんだよ。ハッピー。なんかツイッター見るしな。まあ大丈夫だしな。そうだよ。大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。今度気まずいエピソードも話すか。何気になる。今度教えて。じゃみんなもハッピーで生きろよ。ハッピーで生きろよってさ、振り上げた手にさエクステ巻きつけてるのめっちゃキモいよね。やめよう。ちょっとマジでさ、私さっきからさ何回も置いて取って置いて取ってしてるね。ちょ手が届かないとこにしよう。ぽい。じゅんぺいさん、ひなのさんと話すとこんな感じなんですね。嘘。何、どんな感じだと思ってました？気になる気になる。もっとおとなしくておとなしい子だと思ってましたか？もっとそれともうるさい子だと思ってましたか？気になる。どんな感じだと思ってたんですか私のこと教えて。気まずい。ひやのさんと話すとこんな感じなんですね。いいことですかそれは。気まずいな。確かに。意味わかんない。確かにって何？確かにって何？生きろよーじゃなくて生きようねーだな。そうだね、生きようね。ハッピーハッピーって言ったら怖いですよね。ねえうるさい。そんなこと言わないで。大事ですよハッピーは。ハッピー大事ですよ。でどういうことですか？意外とハキハキ話すんだなと。あ、本当ですか？もうちょっとヘニョヘニョした感じだと思ってましたか？え、でもそれいいことですか？ねえ、詰めないでのだひなの。ダメだね。そうですね。どうしよう、良くないことだったら。もっとおとなしくて、ヘニョってしてるかと思ったってことですかね。こんにちはみたいな、ありがとうみたいな感じだったのかな。その方がいい。いいことなんじゃないかな。知らんけど。知らんけど死んだ。そう、知らんけどつけとけば何でもいいやつね。まあいいことだよね。いいこととして受け取っておきます。矢野はポジティブ人間なので、こういう人間です矢野は。イエイ。こういう人間でございます。自由に生きさせてもろておりますので、お水を飲みますわね。こんなちょっとの水をちまちま飲んでるのだひなの。こまめにお水を飲むことが大事なので、みんなもお水を飲みなさい。で何時今？さっき教えてもらったよねそういえば。ちょい眠さん、うん、マジでちょい眠わかる。いやいや大事やろ。自由で無敵ってことか。そういうこと。
1時37分ね。じゃあ45分だったらなんだっけランキング読むね。ひらがな斉藤さん、こんばんは。ありだっけ2時だっけ1時か1時45分になったら皆さん教えろください。お願いします。イエイ。ちょっとね、分かる、おねむさんだよね。マジカラコン外したい。早くカラコン外したい。でもあのね、みんなにありがたいことにね、メンバーとかに「えカラコンつけててもつけなくても変わんないじゃん」って言ってもらえるの。えそんなことないよって言うんだけど、でも全然自分的には違うんだよね。わかるかな、この感情。イエイ。ちょっと前まで本当にカラコンをつけてなかったのが変な感じする。ミヤ出身ということで親近感湧いてます。え、あなたも、あなたもあなたもって書いてあって、ジュンさんどこなんですか、どこなんだい、どこなんだーいとか言って聞いてくるアイドルめっちゃ嫌じゃない。どこなんだーいって、どこなのとか言って聞くべきですね。ね、愛知、あ、お隣、それは親近感、それは湧くわ。大事大事、ちゃんと部屋の見てから寝るようにしてます。でもあと45分で終わるから、それが終わったら部屋のちゃんの配信を見終わったら寝てください。しっかり寝てください。軽く雑な感じグッドです。しんど、待って、軽く雑な感じ、しんど、雑じゃないです、ちゃんと喋ってますよ。雑でごめん、雑じゃないよ、雑かな、雑ですか、すみません。じゃあもうちょっと丁寧に喋ります。私出身地謎です。そうなの、なんで、そうなのオールしようかないんだよ。なんで、寝な、寝てちゃんとゲームするの、寝な、ちゃんと寝てください。いいことやと思う。あ、じゃあ OK、 じゃあ OK で、本当に私は自由にハッピーに幸せに素敵に生きるんで生きると決めているので、ハッピーに生きることが大事だと思うんで、みんなもこのマインドで生きな。しのちら、やっほー、しのー、こんばんは。まあ、いか寝た方がいいのかも。寝な、ちゃんと寝てください。佐々木さん、ひなのちゃんと寝てるの、寝不足。え、ちゃんと寝てるよ。なんなら、だってめっちゃ夕方まで寝たよ今日。適当の服、袖口も濃いよ。えっしょ、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 ちょっと喋んなくて。でしょ、かわいいでしょ、こんな感じなんだよね。かわいい。ここにね、これね、これね、キュッてやつもついてるの。ちょっと見えないね。ゆうさん、ハッピーハッピーハッピー。そう、マジハッピーハッピーハッピーの気持ち。あの、マジ、猫。しの、笑、なんで笑ってるの。でも、22歳の生き様素晴らしい。待って、二十歳、ひなの。なんでさ、毎回さ、22歳とさ、間違えるの？いや、二十歳だってば。二十歳だよ。なんかそのふりそれで戦えてみたいよね。ひなのこの袖でってこと？怖い。何言ってるの？敵たくさん褒めます。そうしてください。いっぱい褒めて。しの、めっちゃ笑うじゃん。めっちゃ笑うじゃん。おもろかったん？今の感じと見かけた時の小ささがギャップあるな。あ、見かけてくれたの？嬉しい。見かけてくれたの？ギャップあって素敵ってことだよね。しの、20歳に見えない。それはさ、上に見えるってこと、下に見えるってこと、どういうこと？どっちか教えて。なんか怖いこと言ったと思うな。死んだ。それで叩かれたいんだ。矢野ちゃんに暴力を振るわれたいんだね。受ける。ドメスティックバイオレンスだね。死の下。本当？キッズってこと？まあ今永遠の5歳なので、私。皆さん大人やね。大人ですか？でも大人ですよ、私すごく。でも大人って、でもってなんだろう。そう、大人ですよ私。まともな大人やらせてもろてます。二十歳になりましたので、ちゃんと大人として生きております。中身は大人。でもあれって言われる、めっちゃコナンくんみたいな、めっちゃ言われます。大人。もうすぐ30になるよ。ひなたんと10歳差ってこと？
あれ30、じゃあひなたんと12歳差ってこと。すごくない、ひなの計算できるの。すごくない、え、すごくない、頭よ、やば。今だってさ、めっちゃ暗算でさ、一瞬で計算したのすごくない、普通に。違う、あ、違う、違うの。え、見た目は20歳だけどもっと年ってこと。コナンすごいな。ちょっと待って、違うよ、あの、違うよ、違うよ。もっと年ってさ、年って言い方失礼じゃないかな。違うよ、あの、違うの。ちょっとよく分かんなくなってきちゃった。この会話忘れようよ。みんな20超えると、もうすぐ30が来るってこと。やだ、許さない、30なんて来させない。自分20なら計算しやすいでしょ。うるさい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 、頭いいって言いなさい。アデノシンさん、お疲れ様です。ありがとう、こんばんは。僕の30はまだ先です。まだ先ですか。タッキーさん、こんばんは。永遠の5歳の子供ってよく仲間としてたな。永遠の子供キッズひなたんです。失礼しました、死んじゃった、失礼しました、ですみません、謝らないで。ひなちゃんはいつもこんな感じで適当に来ておりますので、慣れて慣れてとか受けるよろしく。母さん、見た目は子供ってことでしょ。そう、そういうこと。身長がちっちゃいからね、おちびちゃんなので、146センチなので仕方ないでしょ。すごい、頭痛いさ、うん、そうです、大正解。そう、20代あっという間やからな、嫌やな。あと9年しかない、9年じゃないか、10年か。たけしさん、こんばんは。ひなの AKB 時代大変だったな。うん、なんかひなはまだキッズすぎて全然いろいろ分かってなかった。メッシュ貼ってるやん。あ、インナーのね、エクステ入れてるの、かわいい。小さいってこと。そう、小さいです。今の適当に言いました、すいません。うん、めっちゃ適当に言ってるなと思ったけど、まあでも褒められていることをハッピーに受け止めようと思いまして、喜びました。大事大事。足がしびれましたので、ちょっと足を組み替えました。ポジティブ大事。マジポジティブシンキングが大事、マジで大事。ジュンさん、赤のだるまさん、ありがとう。1時45分になりました。わかった、ランキングを読みましょうか。バカッととか言っちゃってありがとう、教えてくれて。ランキング読みましょう。おやすみなさい。ちょっと待って、ランキング読むまで待ってよ、ランキング読むまで待ってよとか言っちゃって。待って、ランキングって誰ってもんだっけ。あれ、これだ、あれ違うな、これだいきます。13位犬さん、ありがとうございます。12位牽制マキシさん、ありがとうございます。11位関係、ありがとうございます。10位いっちゃん、ありがとうございます。9位ダミチン、ありがとうございます。8位独り言のアーカイブさん、ありがとうございます。7位リアズさん、ありがとうございます。6位情報技術研さん、ありがとうございます。5位大輝、ありがとうございます。4位君島、ありがとうございます。3位白身フライさん、ありがとうございます。2位川さん、ありがとうございます。そして1位ズマッチさん、ありがとうございます。皆様ありがとう。あ、ジュンさんピカピカもありがとう。みんなありがとうございます。たまに初めてるよ、顔出しいいね、かわいいね。たけさん、ありがとう、見てくれてありがとうね、嬉しい、ありがとう。皆さんありがとうございました。おやすみ、またな、ゆっくり寝ましょうね。ということで、グッナイ、ゆっくり寝てね、またな、またいつか配信します。またいつか、また配信しますまたいつかってめっちゃ先みたいだね。また配信します、ということで。